はい、2、はい、3、はい、ゆっくりな方で。金井聖魂日本空手協会岡山県本部最大道場師範です。12歳の冬から始めました。始めたきっかけは私の家の近くに素晴らしい先生秋山仁という先生がいらっしゃいまして、その影響があって空手を始めました。1948年に秋山先生がここを始められました。そういう歴史の長い道場でもあります。で、ちょうど私が3代目にあたります。で、私が25の時からここの責任者になったんですが、やっぱり子供がやっぱ可愛いですね。はい。ですから上手にうまくしてあげようかなと思って、自分の持ってる技術を、そういう気持ちです。で、試合がたくさん今いっぱいあるんで、試合にも出させて勝たせてやりたいないう気持ちで、空手を教えました。まあそれだけではないですね。やっぱり友達がいっぱいできるし、やっぱり人と人のつながりいうのができて、やっぱりネットワークがこう広がっていくいうことが非常に良かったと思います。お姉ちゃんがやっててかっこいいなって思って始めました。憧れの人がいて、その人が世界一になって、すごくいいなと思って始めました。お父さんの友達がおすすめしてくれて楽しいなって思って始めました。学校ではあんまり聞かないけど、なんかその道場に来ると男子より女子の方が多いかな、男子より女子の方が多かったりするから、まあ女子でも普通にやってるんだなっていうのは感じます。現実的には負けることはありますけど、勝つこともあるから、負けたくないし、なんか何絶対勝つぞみたいな感じのはあります。まあ男の子には大会で負けるときはあるんですけど、負ける気はしません。組手とかしてて、なんか青タンとかができたり倒れたりするとか、大会で救急車に運ばれたりとかもした人がいるし、それが怖いです。思いっきりパンチされたら息がしづらくなるから、なんか気持ち悪い。空手はなんか楽しいこともあれば辛いこともあるけど、なんか今やってれば後々大きくなった時にいろいろなんかつながると思うから、ぜひ空手を一回でもいいから体験してみてください。ひかりちゃんは明るくて、たまに人をバカにするのが逆に面白い感じです。さきちゃんは私がいつも言うことに突っ込んでくることが結構多くて、まあなんか時々漫才みたいになってます。空手の特徴のことだったんだけど、空手の特徴だったら、ひかりちゃん力強さがすごい。ずば抜けとる。さきちゃんは肩のキレがすごいと思います。まあ試合の時はまあ、そう、試合の時はあれし、うん、あれだけどバチバチバイバル、ライバルライバルですけど、組手の時はもう友達というか、その時はライバルっていうか、なんか組手の時に友達って感じしたら遠慮するから、友達じゃないみたいな感じで見て出てる。一生懸命やってます。やっぱり県内の大会とかはあまり差は見えないかもしれないけど、全国に行った時にもう県の中の上位3位の強い人ばっかりが来るので、やっぱり全国は強い人ばっかりなので、全国は勝つのがちょっと難しいです。でも
勝ちたいとはいつも思ってます。練習の時は、まあ、やっぱ後輩になんか舐められたくないと思うけど、試合になったら、プライドのプの字もないぐらい、のべーって言ってるかも。いやもう、試合となったら、もうやっぱ人に勝ちたいっていうのと、あと優勝したいっていう気持ちがやっぱ強いから、そういう、空手やってると、プライドがめっちゃ高くなりますね。はい。金井先生は結構面白くて、まあ、ちっちゃい子を教えるのが結構上手だなと思うし、まあ、結構中学生の私たちも分かりやすいようにしてくださってしてる先生ですね。まあ、さきちゃんが言ったみたいにちっちゃい子に教えるのもうまいし、時々厳しいことも言うけど面白いこともいっぱい言ってくれて、金井先生のおかげで多分上手になってるし、あと空手も面白いって思えると思います。空手のような団体がたくさんあります。いっぱいあります。その中で空手とは何だろうかと思われる方もおるんですが、私たちはやっぱり日本へ最初に伝えた空手、初等館、船越義珍先生の教えを一番本流として指導していっております。ですから、その中で最近試合がたくさんあるんですけども、試合に勝つだけのことではなくって、やはり人間的に、空手を通じて人間的にやっぱり成長させていかないといけないなと思っています。もちろん、空手をすることによって、組手とか肩とか試合に勝たせるということで、競技の面も重要視しておりますが、とにかく楽しく空手を体験させれば、いいかなと思っております。空手を始める人のお父さんを始めさせたいお父さん、お母さん、また子供たち、まず一つは強くなりたいという子供たち、お父さん、お母さんが多いです。それは、それでいいと思います。やっぱ強くしてあげんと。やっぱりいじめっ子が来たりね。学校でいじめられるばっかししてるんだと言って道場に来た子もおります。でもそういうにはやっぱり精神的にやっぱり強くしていく。やっぱり練習を通してですね、やっぱり鍛えていくということをやっております。なんとかそういうことはクリアしていっているようです。はい。